クウェート航空エアバス A340 型機動ボーイング777から 200ER、クウェート航空は、クウェートの航空会社である。アラブ航空会社機構の一員で主に、中東、南アジア、東南アジア、ヨーロッパ、北、アメリカを結んでいる。1953年にクウェートナショナルエアウェイズとして、設立された。1954年に、 ラグラス・ダコタで運行を開始し、翌年の1955年に現在の社名になった。当初はクウェート政府が50%を出資していたが、1962年にクウェート政府が全額出資することになり、国有化された。1963年に初のジェット機であるデハビランドコメットを受領。その後、ボーイング707やボーイング747、 エアバス A310 等を導入しさらに規模を広げていった。しかし、1990年のイラクによるクウェート侵攻で固有機はイラク軍に奪われ、イラク航空に編入された。翌1991年の湾岸戦争で、そのうちの4機が破壊され大きな打撃を被った。湾岸戦争終結後は破壊された施設、機材の復旧を行い、現在に至っている。 2016年12月の B777 から 300ER を導入を機にブランドイメージを一新した。2017年7月に B777 から 300ER の導入が完了し、A340、B777 から200の運行を終了した。そして2019年1月31日に、 自社の唯一の商業的使用が可能なボーイング747が定期便の役目を終えた。ラストフライトの区間は同ハックウェイト線であった。その後、同年5月24日にオランダのエンスヘデーのフェリーフライトを行ったが、おそらくそこでスクラップにされると思われる。ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスの3クラス制であり、アルコール飲料は提供されない。 2015年7月現在ボーイング製航空機の顧客番号は69である。引退済みのボーイング747から400、M シン塗装のボーイング777から300、ERQ 塗装のエアバス A320 から200、この他にも1機のエアバス A300 から600、1機のエアバス A310 から300、1機のエアバス A319、1機の エアバス A320、2機のエアバス340から501機のボーイング747から8バイト BJ が似た塗装を施しているが、これらは政府専用機としてクウェート政府が所有する。なお、退役したボーイング747から 400M においては、アッパーデッキへは収納式の階段があった。これは用人専用のフロアであり、 主に用人などを乗せていたが、稀に、ミドルデッキにある客室が商業的に使われる時もあった。なお、ミドルデッキの真ん中に手術台になる場所もあった。ありがとうございます。